皆さんこんにちは、キンプリ大好きまいこです。私の元にもついにやってまいりました。この星のシールでわかるよね。もう 2,3 日ぐらい前じゃ SNS 上で届いてるって人がいっぱいいて、私もそろそろなんじゃない、そろそろなんじゃないっつってそわそわしてたの。やっと届いた。ジャニーズショップからついに私の元にも届きました。ジャニー少年、今回はですね、今年最後の開封動画になるんじゃないかと思われます。ジャニーフェスの、そして買うコンでも使うのかな、ジャニーズグッズを注文してみたので開封していきたいと思います。ちょっとね、そんなにたくさんは買えなかったんですよ今回。ちょっと、当選してたらね、全部買ったかもしれないんですけど、当選してたらオープンするよ。シャキーン。私が購入したものはですね、ありました。あ、ごめん。まずこちら、本当はジャニフェスのパーカーとか欲しかったんだけど、だからちょっと今日に似てる感じの黒いパーカー着てみた。これで満足しとこうと思って、気分はジャニフェス。あとこちら、スマホホルダー。これさ、普段も使えそうじゃない？なんかライブ行く時とかさ、うちわ持ったりペンライト持ったり、携帯も手元に持っときたいけどみたいな時にさ、スマホホルダーがあると超便利かなと思って購入しました。シルバーだし、このジャニフェスのロゴが逆にあんま見えないのが普段使いできる感じがするよね。あとこちら、じゃじゃーん。あ、オレンジ、ゴージャスだな。え、なになに、なんか、あ、一瞬ねシルバーなのかなって思ったんだけど、ちょっと全部メタリックカラーなんだ。おしゃん、え、見て、 よく見て見えるかな、よく見て、柄が入ってんの。うーん、シャレついてる。これ何の絵なの、なんかお花にも、お花だね、お花だけど、なんか一瞬人かなって思っちゃった。でもさ、ジャニフェスのグッズって売り出したけど、ここにはちゃんとジャニーズカウントダウンって書いてあるから、カウントダウンのために作ってるだよね。このキンプリちゃんの衣装めっちゃかっこいい。この衣装ってさ、リセンスの時に着てたもんね。この美女めっちゃいいよね。私が購入したのは以上3点です。うん、ちょっと開けてみよう。ぶっちゃけちゃうと、一番欲しかったのはジャニフェスのパーカー、黒いブラックのパーカーが欲しくて、けどね、このカラフルなイラストが描かれた T シャツにしたね、理由があるのよ。それは見てのお楽しみ。正面がこれね、ジャニフェス。見て、出演者全員のネームが入ってんの。これには変えられなかった。この記念品としてはさ、やっぱり全員の出演者の名前が入ってるって熱いなって思ったし、なんだったら松潤の名前も入れてほしかったぐらい。似合うかな。これね、独特な匂いします。うっすらロゴ入ってんの、かっこいいよねこのロゴ。ここにポケットあるけど、後ろにもポケットある、ここにも。チケットとかも入れられるもんね。いいと思う。え、すごいちょうどいいサイズ感じゃない？ポッって取れるもん。私だったら多分こっち側のに携帯入れるな、スッて携帯取れるように。っていうかさ、金スマ見た？私はこのちっちゃな耳で聞き逃さなかったよ。このジャニフェスって松本潤くんがプロデュースしてるじゃんか。この間たまたま金スマ見てたの、中居くんと対談するやつ。それで松潤が配信はあるかもしれないみたいなことを言ってたの。中居くんナイス、ちゃんとキャッチしました。見てた方は絶対興奮したはず。私ももうえって思ったし。そしたらね、お家でぬくぬくこの T シャツを着て、ジャンボうちわを持って参戦する予定です、間違いなく。でもほんとさ、この年末に来てキンプリ情報が増えてめちゃくちゃ嬉しい。今朝もさ、見た、岸くんデュオの CM 新しくてかっこよくなかった DJ。 何あれ、パラパラも踊ってたし、もうデュオのさ会社も最高じゃない。なんかいろんな岸くんをプロデュースしてくれるし、ありがたい存在です。
もう今日朝からマジで興奮したもん。やばい、かっこいい。あとマジックタッチね、ダンスプラクティスが YouTube で指導し始めたよね。やばくない？めちゃめちゃかっこいい。なんかもうほんとアイドルの域を超えてない？もうちょっとかえちゃんがガチ中のガチすぎて、なんていうの、アイソレーションっていうの、だからこの可動域の広さみたいなのすごい感じさせられるし、ダンサーじゃんみたいな。いや全員かっこよかったけど、本当にダンスを見せられてるっていう感じが良かったし、忘れちゃいけないのが岸君の最後の指笛、指笛できるみたいな、何しても感動。いやあれも本当かっこよかったな。これからさ、ツイッターに King&Prince のダンスプラクティスについてちょいちょい指導って書いてあったから、多分これからねちょこちょこそういうダンスの動画が、あのトラビスジャパンがやってるような感じなのが見れるのかな。なんか嬉しいよね。あとさ、キング&プリンスル、キンプルのさ、番強、あれ番強って言うんだね、番組協力。知らなかったんだけど、初めてなんかツイッター上で番強落選した、当選したみたいなやり取りがあって、まあ私ももちろん応募するじゃないですか。いや私結構いけんじゃないかなって勝手な勘違いを起こしてて、いやだってさ、あんな平日の確実に行ける人じゃないといけないわけじゃんか、まあ、そこが強みみたいなとこあるのにちゃんと落選その数日前にレン君のさ真夜中乙女戦争もちゃんと落選もう落選の文字は見たくないです。まあでもね、あさってしあさって岩橋元気くんのライブに行けるから、それだけでもね贅沢ですよ。いやでもな、やっぱみんなに会えた、やっぱりキンプリ全員に会えたら最強だよな。マジジャニフェスとか行ける人マジで幸運の持ち主じゃない？え、だってさ昔よりも倍率高いじゃん。え、満タンに入らないよねまだ。オミクロン株今流行ってるらしいね、また怖だよね。いやだからそういうことも気をつけつつさ、エンターテインメントも楽しみたいし、なんか難しい社会になっちゃいましたよね、ほんと。もうそういう暗いさ世の中をこう明るくしてくれるのがやっぱこういうアイドルの皆さんで、本当に感謝してる。私多分キンプリがいなかったらいろいろと立ち直れなかった。ほんと一番辛い時にキンプリにドハマりした感じだから、だからキンプリって本当恩人なんですよ。本当にそういう方結構いるんじゃないかな。まあこうやってね、ジャニフェスには行けないものの、こうグッズが届いただけでも幸せをもらえてて、本当に生配信してください、お願いします。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。本当に皆さんコメントも気軽にしていただきたいですし、あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。ぼっちオタクなんで一人でも多くの方と触れ合いたいです。他のグループのファンの方でも結局こうジャニーズ事情を知ってる方だとお話できるじゃないですか。なんか私の周りにそういう人がいなくて、もう一人でウハウハしてるだけもう一生懸命自分の親に話しかけて、親がめちゃめちゃジャニーズ詳しくなってる今ほんとこれ見ててくれてる私の友達、ハマったら連絡ちょうだいね。